はい皆さん、はじめましての方は、はじめましていつも枠に来ていただけている方、えー、本当にありがとうございます。えー、黒之助と申します、えー。iPad からのゲームの録画ができそうだということで,ですね、えー、いろんなゲームをやっていきたいと思います。今回やるのは、えー、これです。2ですね、えー エピックゲームズクロンスキー B さんおかりなさいということで。はい、ただいまりました。ええっと、チ、チャイラーですね。わかんないですね。なんて言うんでしょう。インフィニティブレイズ 2! というこはいあ。このゲームはまあ、人気なゲームなので知ってる方も、プレイした方も多いんじゃないかと思うんですが。えー、ということで今回は、えー、企画としてはですね。 まあ攻撃ぶっぱもうキプレイで結構やり込んでいるので、えー、ステータスが高い状態で、えー、まあ初回のプレイをやってみようかとまあ強くてニューゲームみたいなもんです、えー、なか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 いろんなものがご紹介できるんじゃないかと思っておりますということで本編始まりましたね、えー、さっき謎なシーンがありましたが、えー、ここから主人公が出てきますねはいということで主人公いますね え <laughs> えー、主人公とええー、女性の連れの女性がおりますねはい、うんうん。胸に不死鳥のマーク、ね、あなたはゴッドキングを殺した、えー、おめでとう、えー、まあこんな格好をしておりますが、えー、主人公は今は世界中の不死鳥があなたを売っていることを分かっているでしょう,ーーう,うその件のためにえー誰か力をかえー主人公の 私からこの剣を取ちょっと英語で何言ってるか分かんないんですけども、えー、素晴らしい装備を支えての、はい、えー、まあまあまあ頑張っていきたいと思います。ああもう、全然何を言ってるかとかさっぱり聞いてないんですけども、 あとね、もしがしっかり読みます。れば、彼女がそうなんですけど、ちょっと読みすればいいただ画像はもうめち,めちゃめちゃ綺麗ですね。これ多分録画してニコニコにアップしてる段階のは、そんなに綺麗じゃないかもしれないんですけど、ス、え、マーつフォンでプレイすると答えが得ら綺麗でしょびっくりする運を私も綺麗さです。ちょっと、まあ、この映像で iPad の CM 等でもこのゲームは使われてたりするんですが、 あなたの女なな約,約束する。ほう。ごめんなさい。えーっと、散々やってきて、今、初めて知りました。えー、ということで、えー、ゲームをプレイしていきたいと。おぉ、敵が来ましたね。えー、プレイしていきたいと思います。えー、ということで、簡単なご紹介も含めて、えー、あえー、ということで、えー、簡単なちょっと、えー、ゲームのご紹介をしたいと思います。 えー、キョロキョロと、まあ、画面が本当に綺麗なんですが、えー、上にあるこのボタンを押すとですねメニューが出てきまして、えー、キャラクター、えー、ここで、まあ、キャラクターの能力と、えー、装備等が変えられますと、まあ今はこん,なこんな見ての通りのもう紙装備をしているんですが、もう素晴らしい装備ですね。えー、ここでさまざまな装備を変更することができると。 えー、まあ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 いろんな装備があるんですがとそれで,ですね、えー、まあ、今回はちょっとこの装備でしばらくちょっといきたいと思うんですけども、えー、あとですね、えー、ちらほらとこういうところに、えー、今左側にあるこの袋ですねこれ取るとお金が手に入ったりしますということでじゃあ早速、えー、敵レベル1ジェイドということで戦っていきたいと思いますいや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  弱そうな相手ですね全、ま、くそんな装備で大丈夫かって話だなえー、でですね、えー、敵の攻撃に合わせて、まあ、敵を弾いて、えー、剣を弾いてですねえー、まああとは適当に殴ってればもう終わりますんでえーまあ、簡単なゲームでございます素晴らしいですね新聞紙が体に刺さるっていうね どんだけ上装備してるんだっつぁなんですけどええー、まあちょっと金額がおかしなことになっていたりええ諸々が謎な数字を叩き出しているんですがまあそんなことは気にせずですねええー、サクサクと進めていきたいと思いますええー、まあこのようにえっ、ー、と戦い終わると経験値等が入るんですけれどもまあぶっちゃけですねもう全部完走しますんで、えー、関係ないですええー、どんどん進んでいきましょうはいいやー すごいですね。この背景に見事に溶け込んだこの装備。<laughs> コミケでこういう格好の人も前見たことがあるんですが、えー、表にガンダムって書いてあって、後ろに中国産って書いてありましたね。はい。ちょっと写真撮りたくなりましたね。えー、ということで、2体目、えー、戦っていきたいと思います。この敵はさっきと違って、両手剣ですね。えー、このように、まあ、横にあるボタンを押すと、避けたりすることもできます。 ほほほいほいほいあとは適当にもう殴ってればいいんですけどもお、ブロックされましたねこう戦闘中もちょいちょいムービーが入ってですねなかなかかっこいいんですがまあ、ゲームとしては基本的には、えー、まあこの戦闘の時に相手の攻撃に合わせて避けるであるとか、えー、殴るであるとかを指のタップでするような感じのゲームになっておりますターンはまあ画質が綺麗なんでねやってて結構楽しかったりはします どどんどんここら辺を飛ばししていきましょう、えー、こういうとこにお金が落ちていますんでまあぶっちゃけ言うともうあんまりお金は必要ないんですがまあ序盤はねこういうのをいろいろ拾っていかないとなかなかストーリーを進めるのが大変になっていくのでまあ序盤は拾うようにしていけばいいんじゃないかなともう後半はねあんまりこんなお金とか関係なくなってくるので。 一応ですね、えー、ご紹介をしておきますと、えーまあ、ここでこういうところで手に入るお金ですね、えー、こういうものが、えー、と現金で、えーまあ、現金というか、アップルストア、アップストアかな、で購入できたりするんですが、えーまあ、後半に行くにつれてね、そんなそんな程度の金額、サクッと手に入るようになるので、あんまり僕は買ったりはしてないです。基本、無課金中なんでね。 ゲーム買うときには、えー、最初お金払うのはよくするんですが、もうなんか買ったゲームに対して課金をするというのがあんまり好きじゃないので、僕は全然してない。浪人、えー、僕にも浪人生活がありましたね。あんまり覚えてないですけども、えー、何年前だろうな、16年前とかそのくらいかな、でも、えー、浪人生活を途中で、 投げ出して専門へ行くというこの親不孝者やほわっっ弱いですね素晴らしく弱いですねかっこいいもうオウサーさん超かっこいい掘れるわーえー、ということで次どんどんいきましょうこういうところに、まあ、回復薬とかも起こってるのね、えー、気が向いたら拾ってもいいんじゃないですかね さあなんデブイの来ましたねピザが来ましたねなんかそうみんなこのキャラクターが表情がないキャラなんでねちょっと不気味とはえ思ったりもしますが音楽も結構いいですね盛り上げてきますねドーンいうことでまあ見るからに弱そうな相手ですよねもうこの素晴らしき装備を 携た僕にとってはもう敵じゃないですねこんなんねそいそいあそい話にならないですねペシペシいきますよペシ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 進んでいきますよまあまあまあこの装備以外にもいろんな装備はご紹介したいと思いますがとりあえずこの装備でおっそういヤーッー ということではーい簡単ですね弱い弱い弱いピシ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 ,ピシいいねいいね大くんかっこいいたまんないもうもう失禁者のかっこよさですよこれはいということでえー、次さっき、えー、指図をしてたまあボスなんですけれども戦っていきたいと思います にちょっとボスは苦戦するかもしれませんが、えー、どうやら胸があるところを見るとどうやら女性っぽいですね <laughs> どうやら女性 <laughs> ついごめんなさいつい大沢ーーさんのこの格好を見てなぜか笑ってしまうんですけど素晴らしい誰か何かしゃのって学んですがんか 答えてもらいたい質問がある。何だなんか他と、ね、そのようなつまらぬことでよいのか,ーのか私の新たなしもけとなり、戦いに栄光を生み出すこともできるのだぞい、ね。いろいろと抜けてっちゃうとんん、女も、力も、貴様の思うままだ。の思うとこままだ,だけは今見えました、ね、そのよう貴様が貴様の心を悩ますのだ貴様、ね、はどこにいの貴様は何者の,の子だ 貴様の体に流れる節の血は、誰の血筋だこの頑固楽流の南北だ、ね、かつてはサランシアと呼ばれた血西へ向かい、海を越え、北方の山中にあるせぇ、でかくね探求者はそこにいるてかじゃあ、どっちおらさめっちゃちっちゃいのこれはい、行くで、行くで、行くで飛び道具とはひょうなりほう そいやあれやっとペシ,ペシ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 今ここえ左上がなんか点滅してるのが分かるでしょうかあれを押すとですねえー敵のタイミングに関係なく敵をえスタンさせることができますというのを使ってしまうともしかして死んじゃいましたねはい終了ということでえーペシペシしますが ああ首切った,首切った <laughs> これつい笑っちゃうわあの格好ダメだわもうすごいですよ新聞紙で最後こう喉をかっきるというね素晴らしいうんということでえー、っとですねここのなんか差し込み口があるので、えー、ちなみにですねちょっとここで1、えー、個小技というかがございましてここを押した瞬間 押して、えー、次の瞬間にですね、えー、ここのメニューボタンを開きますと。でメニューボタンを開いてこアイテムを確認してみるとですねなぜか装備が今現在インフィニティブレイドとなっているんですよ。さっきまで,さっきまでこの素晴らしき、えー、ペーパーカットという剣を装備していたはずがですねなぜかインフィニティブレイドを装備に、えー、強制的に差し替えられてしまっているということになっておりましたですねちょっと尺なので。 えー、ちょっとポークチョップあたりをね持たせてみようと思いますねさてえー、1個の小技でございますがはっ、あ、はっ、あ、っといってる <laughs> ええー、っちょまえー、ど <laughs> ちょ、初めてやったんですけどどう、でもなんでなんそれ引っかかると思っていたらそれはあんなでっけえの刺したら引っかかるわお前ないわーな刺さって沈んでったぜお前 あんかうんとどういうどういうことやろなちょ初めてやったんでちょっとどうなるか分かんなかったんですけど、えー、見事にうまくいってますっを探していたね <laughs> えっとストーリーが知りたい方はちょっと自分で、えー、ぜひ、えー、読んでみてください,だいえー、ちょっともう僕はストーリーを追うのはこのゲームに関してはあまりとええっと考えていなかったりするのねのかかれたええー こ,このかっこいいキャラですよええー、まあ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 どう見ても敵なんですけれどもあっこいつちっちゃいな背同じぐらいの高さなおうさーということでここでさっきえ最初の時に、えー、一緒に歩いていたキャラクターが、えー、主人公の王さんの脳天を いやで貫いていくというドッキリな展開からの。